ビンナガは、スズキメ、サバカに分類される魚の一種。全世界の熱帯、温帯海域に分布する小型のマグロで、缶詰などに用いられる重要な食用魚である。マグロをつけて、ビンナガマグロ、または、超音読みし、ビンチョウ、ビンチョウマグロとも呼ばれる。異名として、トンボマグロ、シビマグロ、他の地方名として、ビナガ、ビンチョ、カンタロウ、カンタ、トンボ。 トンボシビなどもある。アメリカの日本人、日系人コミュニティでは、英語名のアルバコアツ妻からアバコとも呼ばれ、寿司種としても親しまれている。o S、個体によっては、背中側の第二に勝利ビレにまで達する。標準和名は、正面から見た際に目立つ長い胸びれを瓶に、見立てている。地方名、トンボも、同様に、胸びれを、トンボの羽に見立てている。 また、尾ひれが白く縁取られる点でも、多種と区別できる。全世界の熱帯、温帯海域に広く分布する。木肌や目鉢がいない地中海にも生息する。日本では、北海道南部以南で見られるが、日本海では稀である。北、太平洋では、東西大海流を行うことが、標識放流で明らかになっている。海洋の表層、中層に生息する。 好む水温は16摂氏20度で、キハダメバチより低温、クロマグロミナミマグロより高温を好む。短時間ならば水温摂氏9.5度まで耐えられる。赤道から井戸10度以内では、水面近くを避け、中層に生息する。また、大型個体も、水温14摂氏25度ほどの中層を好む。ハエナワ、エエナワ、一本釣りなどで漁獲される。 漁獲量は1960年代から年間、約20万トン前後で推移している。身は他のマグロと同様に赤身だが、色は白に近いピンク色で非常に柔らかい。フライ、唐揚げ、ソテーなどで食べられるほか、鰹節と同様のマグロ節にも加工される。世界的には、木肌とともに、缶詰の材料として重要で、その鶏肉にも似た食感から、 チキンオブザシーやシーチキンなどと名付けられ、欧米でも多量に消費されているほか、ペットフードの原料としての需要も大きい。マグロの仲間としては旨味に乏しく刺身などの生食にはあまり適さないが、寒冷地で漁獲された個体は、油が乗って美味であり、ビントロと称して回転寿司などに用いられる。IUCN レッドリストでは、データディフィシェントとして記載されている。 また、首都は別に、北、大西洋の個体群がバルナラブル、南大西洋の個体群がクリティカリーエンデンジャードに記載されており、特に絶滅が危惧されている。ありがとうございます。